みな <com> さんこんにちは今日は一般動詞の過去形不規則動詞について勉強します不規則動詞とは一般動詞の過去形の中で不規則に変化する動詞のことです例えば「He sleeps for six hours. 彼は6時間寝ます」という文章を過去形の文にしてみましょう「s leep」 の過去形は slept。規則動詞のように ED をつける形ではなく、動詞全体が不規則に変化します。He slept for six hours で、意味は彼は6時間寝ましたとなります。it の過去形は ate。make の過去形は made。by の過去形は bought。 take の過去形は took.Let's try it! それでは不規則動詞の過去形を使って文章を作ってみましょう。ボブはピザを作りました。作るは make。過去形は made。Bob made pizza。私のお母さんは新しいシャツを買いました。 買うは buy。過去形は bought。My mom bought a new shirt. 生徒たちは髪を切りました。切るは cut。これは過去形が変わらない形で過去形も cut。The students cut the papers.Let's review! 復習しましょう。不規則動詞は、一般動詞の過去形の中で不規則に変化する動詞。He sleeps for six hours. 彼は6時間寝ますお過去形にするには、動詞 sleep を過去形 slept にして He slept for six hours. 彼は6時間寝ました。eat の過去形は a 8。make の過去形は made。buy の過去形は bought。take の過去形は took。the end。Com.